トーマス・アンドリューズ・ジュニアは、アイルランド生まれの実業家、造船家。ベルファストにある造船会社、ハーランドウルフの乗務取締役兼設計部門部長。アンドリューズは、遠洋定期客船タイタニック号の設計担当者だった。彼は、タイタニック号の諸女公開に同行し、1912年4月14日に、船が氷山に衝突して沈没した事故で、 亡くなった犠牲者のうちの一人である。家族写真、1895年。右から二人目がトーマス。トーマス・アンドリューズは、アイルランド北部、ダウン県、コンバーのアルダラハウスで、アイルランド数密院のメンバーである父、トーマス・アンドリューズと、母、エリザ・ピリーの間に生まれた。弟は、後の北アイルランド首相、J.M. アンドリューズであり、トーマス・アンドリューズの一家は、 コンバーのアルダラに住んでいた。1884年にアンドリューズはベルハストーリツアカデミーに入学。1889年には16歳で、おじのピリー死爵がオーナーの一人であるハーランド・アンド・ウルフで高級見習いとして働き始める。ハーランド・アンド・ウルフでは、アンドリューズは最初の3ヶ月間を差し戻しの店で、ついで1ヶ月間を家具職人の下で、 さらに2ヶ月間を船の上で働いた。5年の見習い期間のうち、最後の18ヶ月は、製図室での勤務となった。アンドリューズは、会社の様々な部門を苦労して勤め上げ、1901年に建設工事部の部長になった。同年、彼は、王立造船技師協会のメンバーとなった。1907年、アンドリューズは、ハーランド ウルフの常務取締役兼設計部門部長に任命された。見習い、実習、勤務で過ごした長い期間、アンドリューズは、社内でも造船所の従業員の間でも、よく好かれていた。アンドリューズと、妻ヘレン・バーバー、娘エリザベス・ロー・バーバー・アンドリューズ。1908年6月24日、アンドリューズは、ヘレン・ライリー・バーバーと結婚した。ヘレンは、 ジョン・ド・ハーティ・バーバーの娘であり、ミルン・バーバーの姉である。二人の娘エリザベス・ロー・バーバー・アンドリューズは、1910年11月27日に生まれた。夫妻は、ベリファスト・インザ・アベニュー12のダナランに住んだ。エリザベスが生まれる直前のある夜、アンドリューズが、タイタニック号を見せようとヘレンを連れてきたことが、分かっている。トーマス・アンドリューズの死後、ヘレンは、 ハーランドウルフ関係者のヘンリー・ピアソン・ハーランドと再婚し、1966年8月22日、北アイルランドで亡くなった。1907年、アンドリューズはホワイトスターラインの新しい大型外洋客船、オリンピック号設計の監督になった。オリンピック号とその姉妹船タイタニック号は1909年に建造が開始され、 ピリー主尺とゼネラルマネージャーのアレクサンダー・カーライスルがアンドリューズと共に設計を担当している。これまでに監督した他の船と同じく、オリンピック号とタイタニック号についても、アンドリューズが細部に至るまで全て把握し、最適に作動するよう整えていた。トーマスは救命ボートの数が足りないと主張したが、会社の意見が通り最低限の数しか配置されなかった。 アンドリューズは、ハーランドウルフの従業員を代表して会社が建設した船の諸女公開に同行し、船の航行を見守って、改善が必要な部分はすべて見つけ出した。タイタニック号もその例外ではなく、アンドリューズをはじめとする、ハーランドウルフの社員は1912年4月14日、タイタニック号の諸女公開の出発地ベルファストからサウサンプトン間に乗船した。 旅の間にアンドリューズは自分が必要性を感じた改善点を記録している。しかし4月14日にはアンドリューズは友人にタイタニック号は人類が作り上げたものとしてはほぼ完璧に近いと伝えている。4月14日の午後11時40分、タイタニック号の右舷が氷山に衝突した。アンドリューズはその時特別室で眠りについていたが、 かろうじて衝突に気づいた。エドワード・スミス船長はアンドリューズに損傷調査の補助を依頼したが、アンドリューズはもはやなすすべはなく、タイタニック号は沈む運命にあることを理解していた。乗客の避難が始まると、アンドリューズは救命胴衣をつけてデッキに上がる、よ特別室の客に伝えて回った。後に生還したものはアンドリューズが、 乗客の不要装置用にデッキチェアを海に投げ込んでいるのを目撃したと語っている。沈没までに間がないこと、救命ボートの数が足りないことを十分に承知していた。アンドリューズは嫌がる人々をせき立ててできるだけ詰めて救命ボートに乗せようとした。船の乗客係ジョン・スチュワートによれば、アンドリューズが最後に目撃された時、彼は一等船室喫煙室の暖炉の上のへ。 プリマス港をじっと見つめていたという。これはプリマス海峡への入港場面が描かれた絵で、タイタニック号はその人でプリマスに寄港することになっていた。この絵についてはテレビや映画の中で誤ってニューヨーク港への入港場面だと伝えられることが多い。アンドリューズの遺体は発見されなかった。4月19日、アンドリューズの消息を求めて、 ニューヨークで生存者と話した妻の重邸から、アンドリューズの父のもとに電報が届いた。父アンドリューズ今日は、コンバーの家のスタッフに電報を読み上げた。インタビュータイタニック、S、アフィサース、オールユナニマスザットアンドリューズヒロイックアントゥーです。シンキングオンリーセーフティーアザーズ、エクステンドハートフェルトシンパシートゥーオール。災害についての新聞記事では、アンドリューズは、英雄扱いを受けた。 タイタニック号の客室係でアンドリューズに説得されて救命ボートに乗り込んだメアリン・スローンは後の手紙に次のように記した。アンドリューズ氏は運命に立ち向かう真のヒーローだ。大きな危険を認識しながらも命がけでタイタニック号の女性や子供を救った。彼だからこそできたことだ数年内にはアンドリューズの人生は記念に値すると考えた。 議会議員、ホレス・プランケット卿の要望により、シアンブロック著の簡単な電気が出版された。彼の故郷コンバーには、ごく早い段階で、この町出身の唯一のタイタニックの犠牲者を記念する充実した施設が建設された。1914年1月には、トーマス・アンドリューズ・ジュニア記念ホールが竣工された。建築は、ヤングマッケンジーで、彫刻は、 ソフィア・ロザムンド・プリーガーが担当した。ホールは現在、サウスイースト教育委員会の管理で、アンドリューズ記念小学校が使用している。ありがとうございます。